7月2日に戸部のオフィシャル YouTube チャンネルに登場した三宅健を皮切りに、7月7日の七夕には平野紫耀と神宮寺勇太、7月14日にはインプの7人がお披露目され、滝沢秀明による新会社戸部が本格始動した。それぞれが SNS アカウントを開設し、7月20日には誰でも楽しめる環境を作りたいと思い始めさせていただきましたという滝沢のメッセージとともに、戸部公式 LINE アカウントもスタートするなど、一層賑やかさを増している。三宅健はかねてから開設していたアカウントを引き継ぐ形で再スタートした。X、旧 Twitter のプロフィール欄に、三宅健です。44歳、職業、アイドルと記しているように、シーン全体で見ても40代のアイドルは稀有な存在ではあるが、年齢を感じさせない誰もが羨む若々しさの持ち主だ。スタートを切ってすぐに、7月7日には、相思相愛の関係がいつまでも続きますようにと先輩らしい投稿を寄せ、後輩となる平野と神宮寺を迎えていた。インスタグラムでは、瞬間電報店のハッシュタグをつけ、テキストは英語で統一。画像はフィルム写真を思わせる絶妙なトーンで、アート好きとしても知られる三宅らしい世界観を展開している。8月1日21時からは、三宅系ゆるりと生配信と題した生配信が YouTube チャンネルにて予定されている。概要欄には、毎週、火曜、木曜21時、夜9時制配信とあるので、今後は定期的に三宅との時間がもたらされそうだ。7月7日に YouTube チャンネルの生配信に登場した平野紫耀と神宮寺勇太。動画の同時視聴者数は100万人超を記録するなど大きく注目を集めた。戸部、ジグヒラただいまのハッシュタグとともにインスタグラムを開設した平野。待ちわびるファンに向けて、これまでにない距離感で再始動を報告した。ショ、エッチ、レシーヨというインスタグラムのアカウント名だけでも大きく話題を集め、フィードの投稿は7月27日現在までに9件であるにもかかわらず、フォロワー数は359万人を突破と勢いは増すばかり。彼の人気のほどを表している。投稿は自身の写真に加えて、自ら撮影したという風景ショットも並び、平野が見た景色をファンに共有。季節感にあふれるアクティブな一面に触れることができる。またフォロワーからの質問にも積極的に回答しており、その開始からは変わらぬ平野らしさを感じられたり、意外な一面を知ることができたり、胸キュンな言葉から冷やし中華の食べ方などの細かいこだわりまで、平野を様々な角度から知ることができる貴重なツールだ。どんな返答をするのか全く想像がつかないので、早くも癖になっているフォロワーも少なくないはず。平野と同様に、個人でインスタグラムを開設した神宮寺勇太。インスタグラムお邪魔します。と平野とのツーショットに始まり、白シャツが眩しい撮影のアザーカットを投稿している。トレードマークのようにピースサインが印象的で、7月26日に投稿した愛用のグローブもピースの形をしている。ストーリーでは平野とのやりとりを掲載するなど、様々な場面から二人の仲の良さが伝わってくる。グローブ画像のように今後も神宮寺の愛用するコレクションが見られそうで、楽しみにしているファンも多いことだろう。戸部所属アーティストで唯一のグループとして登場したインプ。初めての投稿では、IMP と読みますとのハッシュタグをつけて、テーマカラーのピンクのグリッド画像を投稿した。フレッシュな7人構成のグループで、メンバー一人一人の顔写真を投稿してメンバーをアピール。7月20日からスタートした戸部公式 LINE アカウントでは、元俊介から始まり、椿畑割れと一人ずつ自己紹介をしている。ボケてツッコミを入れてと、文面からも楽しげな雰囲気が伝わってくる。戸部所属アーティストによる投稿は、YouTube をはじめとしたスクショ画像の拡散が許可されているのも大きな特徴だ。何がきっかけで火がつくかわからない。時にミラクルが起こるのが SNS の特徴でもあり、ファンではない層との接点が増えれば増えるほどメリットは大きいはずだ。SNS でシェアされていくことによってどんな広がりを見せるのか、非常に興味深い。そして今後、歌とダンスのパフォーマンスが展開されていくのだろうが、戸部設立時に発信した、誰も見たことのない次のエンターテイメントの形は、どのような形となってお披露目されるのか期待が高まる。7月に入り、戸部所属アーティストが相次いで登場と、かねてからのファンにとっては嬉しい怒涛の1ヶ月だっただろう。先輩が後輩を迎えたり、
所属アーティスト全員が集合して体育トーク動画に挑んだりと、早くもファミリー感が出ているトベのアーティストたち。そこへそれぞれのファンとのコミュニケーションが加わることで、どんな世界を作り上げていくのか、これからの盛り上がりに注目したい。